ごきげんよう、モチベーションアップ講演家の宮崎豊です。今日は2021年3月の10日水曜日、今日は三好庄原倫理法人会のモーニングセミナーがある日です。今朝行って今帰って、動画を撮っているところです。今日の中央新聞のトップはですね、7回接種注射器容認、コロナワクチン政府調達を検討というのがトップです。そして東日本震災明日10年、今この東日本の特集がテレビでもラジオでも新聞でももうやってますね。避難者なお4万1000人というんですから、これがまだすごいですね。三好の人口が5万ちょっとですが、それと匹敵するぐらい人が避難されているということですから、すごいですよね。そして、もう一つですね、これがちょっとびっくりしたんですが、広島市で変異株13人感染、県内初知事対策呼びかけというんで、またコロナがちょっと収まってよかったなと思っていましたので、変異ウイルスの方がまた迫ってきて13人、これがまた前の感染が強いと書いてありますね。いやいやいや、これはまたちょっと緩んでますので、今ぐっと引き締める必要があると思います。そして今日は県北版にですね、ちょっと寂しい記事をここに見ましたね。桃物産館閉鎖、口は指定管理者が経営破綻。うわー、これ庄原市の観光施設桃物産館かっこ口は町大月かっこの指定管理者口はが広島地裁三好支部に自己破産を申請したことが9日分かった。新型コロナウイルス化による経営悪化で事業継続が難しいと判断した。施設は2月末で営業を停止している。あ、もう停止してるんですか。いやー、ここの桃館は何回も行きましたね。食べたこともありますし、いろんな買い物をさせていただきました。というんですね、これコロナ禍で契約化、ちょっと最後の読んでみますと、施設は2月末で閉鎖し、従業員とパート計11人は解雇した。三好社長は経営の 甘さもあったが、コロナ禍で立て直しが難しい、町民が支える形でできた施設なので残念で申し訳ないと話すというんですね。市は今後の施設の扱いは未定としている。口は市長の石田康清市長長は市長ですね。石田康清市長長はドライバーや住民が不便にならないよう、トイレと駐車場は引き続き利用できるようにしたいと話す。なかなかいいことされてますね。道庁では1月宿泊施設の愛の里公園、ここもよく行かせてもらってんですがね、の指定管理者がコロナ禍による経営悪化を理由に年度内の解散を決めている。いやー、寂しいですよね。今この地域の、まあ、どっちかや過疎の地域で頑張っておられたこういう施設が、それも破産というんですからね、厳しいですよね。いやいやいや、寂しくなりますね。これはまあなんとか、なかなか復活が難しいような状況ですね、この新聞記事を見てみますと。そしてもう一つ、これは公務住民と交流、高谷教授、高谷教授が講演、13日卒業生と対談も、今のジミー・カーターシビックセンターで、これありますね。これは、13時30分から15時30分あるようになってます。この高谷道夫先生は公務の方へですね、いろいろ交流があって、いろいろ公務を支えてこられた方ですね。その講演会が
あります。そしてですね、これはゼミ卒業生と住民を交えて対談するのもあるんだそうですね。先生の講演とそういう生徒との対談もあるようになっています。そしてこれは動画投稿サイト YouTube のアカウントコーヌ放送局で配信するとなっております。これは配信もあるんですが、これは見に行ってみたいと思っております。そして今日の倫理法人会は、まあ、こういうでね来てほしいという話もありました。そしてこういう朝礼の一日の元気は朝礼にありというんでね、こういう朝礼もやられるようになっております。そして今日の講話者は油脂大戸代表下奥吉成さん。テーマが倫理に出会って変わった方というんで、話をされました。下奥さんは昨年の8月に入会されたばかりですけども、自営をやられておられます。それで、いろんな話があったんですが、もう倫理指導を3回も受けたと言われてましたね。それで第1回目の受けたんですが、その時はいろいろ指導してもらったんだけど、なかなか実行できなかった。そして2回ぐらいからだんだんその良さが分かってきて、自分も素直になって、それを実行してきて、今だんだんとこうその効果が出てきているという話をされました。そして、まあ、いろんな挑戦をされている話、そして、まあ、三好庄原倫理法人会の、まあ、会員を増やす活動も今からやっていこうというような前向きな発言もありました。その話とずっといろんな話を聞いてまして、私は一つ思い出した言葉がありました。それは、不可能の反対は何かという話です。不可能の反対は、それは可能ですよね。簡単に言えばそうなんですが、でもそうでなくて、不可能の反対語は挑戦だというのをね聞きましたがね、まさにこの今日の話を聞きながら、若いんですがいろいろ試行錯誤しながらでも挑戦を続けておられました。そしてそれも倫理指導を受けて、自分が人のせいじゃなくて自分の責任において自分が変わることが必要なんだということがだんだんと分かってきて、それを指導が素直に受けられて、今それをずっとやっておられます。3月ぐらいまでに大体言われたことを全部完了するんかなと言われておられました。そんな三好庄原倫理法人会の若い力のこうエネルギーを今日は何か聞いてですね、私の方もモチベーションがダーッと上がってきました。今日は外も天気が非常にいいのでね、中にこもっている外で出てちょっと本当運動したり、できれば畑の草もちょっと取りたいなというような雰囲気も今あります。今日もまた若い人から元気をもらったのでモチベーションがダッと上がってきました。ではまた明日。今日そうですね、今日のこれが出るかな、これをお願いしたいんですね。ユーチャンネル登録をお願いしたいと思います。今日の登録者は何224人。昨日と変わっておりません。でも今日も頑張っていきます。また明日、ごきげんよう。